こんにちは皆さん、ぐりょう新美術館リニューアルしました。そのリニューアルにあたって今日は重要な方をご紹介したい。この方です。木曜新美術館新館長でいらっしゃいます。お願いします。はじめまして、小山と申します。私現職は全国で病院や特別養護老人ホームのような医療介護施設を200経営しております。今回お名古屋に入れていただいた理由というのは、そういう病院や介護の施設をですね、何かしら美術館風にアートで豊かにするということをしてきました。アートコミュニケーションの教育の方も出したことがあるんですが、その活動を中谷さんに評価していただいて、今回仲間に入れていただきましたので、私どもが作っている施設だけではなくて、全国の医療や介護の施設が美術館になる、そして美術館になって木曜新美術館で取り上げていただけているときは、その美術館の館長ということで、多少テンポラリーかもしれませんが、大役の館長を務めさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、私はナビゲーターとしてこれまで通りやってきますが、一緒にですね、これからどんどんこの木曜新美術館を盛り上げていきますので、ご期待ください。はい、今回はですね、この横浜馬車道にありますバンクアートの展覧会、柳幸典さんの展覧会に来ています。これがものすごい迫力です。柳幸典さんは1980年代から社会性を強く込めた作品を制作してきたアーティストです。今回の展覧会はこれまでの作品が一堂に会した大規模なものとなっています。砂で作った国旗や紙幣をアリが侵食していくアントファームプロジェクトや、憲法9条を題材としたプロジェクトアーティクル9などの代表作から、今回の展覧会で発表された新作プロジェクトゴジラ、瀬戸内国際芸術祭の犬島製錬所美術館の作品などの話題作が展示されています。それでは早速柳さんにお話をお伺いいたします。約30年ぐらいの作家活動の、記録を展示してるんですが、加えて最近の新作も含めて、大個展になるんですけれど、10年ぐらいニューヨークに行って、でその後瀬戸内海の離島のプロジェクトを始めて、これが初めて関東圏の大きな展覧会になります。はい、ニューヨークであったり離島であったり、そういうところにいたので、あまり知られてなかったんじゃないかなと思うんですけど、知っていただけると嬉しいなと思います。ある意味柳さんのなんか集大成的な部分もあるし、そう、現代社会に対するその時間がいろいろね経過した中での、アーティストとしての視点みたいというか、そういうものもかなり意識されてて、常にこう無意識的にその社会を映すような表現をしてきたんですが、意外とそれを今もう一回見ても古くなってないというか、今でこそ意味を持つような作品が立ち上がってきているので、ぜひそういったところを見ていただきたいなと。ご自分自身も振り返って、あれこれって今でもまさにメッセージとしてそれを通用するっていうのとそうですね、感じのあれ、ある意味悪い予感が当たりつつあるっていう、そういった面もありますね。アーティストってそういう時代を見越して洞察していくような姿勢っていうのかなと思ってらっしゃると思うんですけど、現代の社会っていうのもアーティストにとってどうなんですか、ものづくり。特に柳さんのような作家性を持った方は、かなり今の時代ってものを作りたくなる仕事っていうか、むしろ今でこそやるべき表現っていうのがあると思っていて、なぜかというと、アーティストはある意味自由でなきゃいけないんですよ。自由に表現を立ち上げなきゃいけないんですけど、その自由っていうのは決して与えられてるわけではなくて、勝ち取っていかなきゃいけないんですね。常に戦っていかなきゃいけないんで、今でこそ今まさしくそういうのが重要な時期なんじゃないかなと。自由を勝ち取るためのメッセージというか表現というか、そうですね。
自分自身が、まあ、自由な精神でいるための活動であります。新作プロジェクトゴジラは福島の除染で出た土の山と太平洋の水爆実験で生まれたゴジラのイメージを結びつけて作られた作品です。柳さんにとって震災は、福島の姿はどのように捉えられているのでしょうか。実はもう日本の原子力政策に対するメッセージというのはもう80年代ぐらいから、例えば煙に包まれたパフォーマンスであったり、原発のすぐそばで大きな砂の玉を作ったり、漂流物で玉を作ったりとか、そういった活動をやっていたんですけど、まあ、まさにそれが重要な意味を持ち始めて、で今回の新作でなおそれがリアルに立ち上がってきているというところに出たのがあるかな。今回の作品ってので、ね、皆さんにこんな風に見てほしいというか、この手の上のタイトル、ワンダーリングポジション、彷徨える道っていう、タイトルをしてるんですけれど、常にこう物を見る視点を変えていくということですね。やっぱりどうしてもこう人は立場が一箇所にとどまると、視点が複眼的にならないというか、一つに固定されがちなんですけれど、それを一旦こうもっと自由な精神になっていただいて、いろんな局面から物事を見るとこういうふうに見えるんだっていう、決して自分が今信じている形っていうのが完全なものではないんだっていうことを見て感じ取っていただけたらなと思います。まあ、普段柳澤さんもそういうふうに世の中を見ているんですか。常に僕の場合は実際移動をしながら一箇所にとどまることがないんですけど、それはやっぱり自分自身にそういった見方をができるように課しているところがパチスペにとっては、いろんな物事を複眼的に見ていくということが重要なんじゃないかなと思います。これを比較する結構若いアーティストたちも、ね、話を聞いてくれてるんですけど、それの若い、まあ、日本のアーティストに対して同じようなメッセージなんでしょう。そうですね、特に、まあ、僕がこの表現、現代美術を選んだのは、現代美術というのは唯一批評精神を持っている表現だと思っているんですね。あまりコマーシャライズされていない。どうしても商業主義と一緒になると、批評精神というのが邪魔なものになっているんですね。だから、あまりこう経済活動とは相容れないんですけれど、だからこそ批評精神が持てる。で今現代美術も若い作家は作品がこう商品化していくところがあって、そこは僕すごく危険だなと思っているので、本当にこう当たり障りのないものが主流になっていっちゃうといったところは、本当に現代美術にとってその重要な部分、批評精神っていうのがこうそがれていっている、そんな気がこう今こちらがね、情報化社会でものすごい量の情報が、まあ、人にこうやって入っているのを美しく感じますよね。そういう社会っていうのは柳さんにとってはどうなんですか。いい社会、いいとか悪いというよりは、まあ、そこで大きく物事が変わっていくんですけれど、まあ、変わっていく過程でこう何が起こって、何が捨てられて何を得るのかっていうのはしっかり見ておかないと、例えば日本が近代化するときに日本のその文化で何を捨ててしまって、何をじゃあ代わりに得たのかっていうのは、やっぱり歴史を見ることは今の大きく社会が変わっていることに対するそれぞれの生き方に大きな参考っていうか、理解を手助けになるのかなと。膨大な中でもちょっと視点をどんどん変えて、物の本質を見て、そうですね、情報のことに振り回されるとなく、はい、何が重要なのかっていうのはやっぱりこの際とかなきゃいけないんじゃないかなと。皆さんいかがでしたか。柳生き抜いて、素晴らしかったですよね。
私はですね、物静かな柳憲さんというアーティスト と通じるところと、この内面のですね、ものすごく、激しいというか鋭い視点を持った柳さんの、アーティストとしての目線をですね、感じて、現代社会におけるアーティストの、意味というものをすごく感じた展覧会になりました。表現にはリビットを持たずにですね、表現の完成度を高めていくという柳さんの向かう姿勢がですね、非常に今の、現代美術を志す若い人たちに大いなる影響を与えるの展覧会になっているなというふうに感じました。これからもですね、このパワーをですね、どんどん世界中に日本のアーティストとして広げていっていただきたい。日本や世界の社会の問題や課題にですね、鋭くアーティストとして踏み込んでいく、この柳さんの姿、注目だと思います。